Do my best. Go on, Ibashi. 皆さんこんにちは。試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐香織です。今日は無印良品のものを買ってきました。で、実を言うとこれは前にもご覧いただいたことがあって見覚えがあるなと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、3年ぐらい前に購入してます。すごくちょうど、なんでこれを手に入れたかっていうと、このベージュとこの紺のこの色のストライプが欲しかったからなの。なぜかというと、こういうストライプのブーツを買った。それにどうしても合わせたくて、いろんなとこ探したんだけどなかったのね。で、無印に行ったらたまたまあって、おーおーおー、同じ色と思って購入しました。確かセールで1500円ぐらいになってたような気がする。で、今回買ったのはね、こちら黒とベージュの細いストライプ。無印良品のいいところはね、微妙な色合いを作るのがすごくうまいなと思ったの。もともと無印良品ってやっぱり文具だったりとか生活用品、生活小物からスタートしてるじゃない。小物系が得意ではあるんだけれど、その中でね、こうやってお洋服を出した中で、最初下着とかもすごくオーソドックスなものを買うには無印良品は外れがないかなとは思うのね。最近ほら、ご飯とかもカレーとかも美味しいじゃない。そんな中でね、あそこが上手だなと思ったのが、例えて言うなら、アニエスベーとかが出してるようなね、そういう色の組み合わせをうまく出されてるんですよ。日本のブランドの割にちょっとフランスっぽい匂いがするっていうかね。でね、これが何がいいって、このね、襟焼きのこの細さ、1290円で M サイズを選びました。で、ストレッチが入ってるのね、はい、オーガニックコットンが 97% のポリウレタンが 3% 入ってるから、コットンプラス柔らかさっていうか軽さみたいなのがあるのかなって思う。いろんな意味でね、微妙な色合わせの時に役立つなと思って。あと薄グリーンと白の組み合わせがあったりとか、ブルーとベージュだったりとか、微妙な掛け合わせがとても素敵だったので。ね、私がよく腰に巻いたり肩に巻いたりするんだけど、今私が履いているガウチョってこういうホワイトデニムよりもちょっとベージュに近いのね。ベージュに近い時って腰に巻くものがこういうね、パキッとした白だったらこういう白黒みたいなもので合わせられるんだけれども、ベージュが微妙に入っている黄身っぽい白の場合はちょっとこれぐらいのニュアンスのね、ベージュに近いものを肩に巻いたり腰に巻いたりするとすごくやっぱりいい感じに落ち着くのね。例えば今私ね、これにかけてみるよ。これぐらいの方が真っ白よりもちょうど収まりがいいっていうのかな。で、もちろん腰に巻いていただいても、今年結構ね、流行の色としてはもちろんグリーンとかイエローとか、あとは白黒って話もしたと思うんだけれど、プラスちょっと消えそうな色っていうのも、消えそうな色コーデみたいなのも結構ね流行ってたりとかするので、ベージュ系に何かこうやって合わせていただいても素敵だと思う。今度このストライプのブーツと一緒にコーディネートしてみるね。春夏用のブーツだからぜひともご覧いただきたいと思います。はい、こういう使い方をしたりとかするのもいいし、もちろん普通にねカーディガンとして羽織っていただいてもいいと思います。今これ私着てるのはこの間ユニクロで購入したリネンのシャツだけれども、タンクトップなんかの上にさらりと羽織っても、この白黒じゃない微妙なこのニュアンスっていうのがおしゃれ感を出してくれるかなと思って。私ね、無印良品ってそんなに正直、おしゃれっていう感じはしてなくって、本当に生活必需品っていうふうに思ってたんだけれども、よくよくこうやってチェックしてみると、ね、意外とこういう本当に使えるものがあるなと思って、これは本当私の好きな腰巻きだって使えるじゃないって、はい、こういうようなことだったり
した黒とこんな風に合わせるんだって、ね、素敵だと思うの。でもう一つ今回ね着てみるやつはこれとこれで着てみようと思う。この間ザラで購入したスリップドレスとこちらね、普通に白で、白のタンクティーで合わせるのはそれそれで普通でね、あのシンプルで可愛いんだけれども、この微妙な色合いがちょっとねフランスチックになるからチェンジしてくるね。チェーン。じゃん。はい、こんな感じです。ジュマペ変わるイタシみたいな感じでフランスチックでしょ。でこうやってね夏帽子かぶるときに白い帽子ってそんなに多くないじゃない。大体こうベージュ系だったりとかするでしょ。でそういった時に白よりもちょっと生成りだったりとかベージュを着る方がより帽子との相性がいいのね。で今ちょっとここ少し内側に入っちゃったけど、なるべくこういう丸く着るんではなくて横にねボトネック風になるべくこうやって横に引っ張っていただきながら着る方が可愛いかな。じゃん。いかがでしょう。これね前に購入したユニクロの、まあ、一番新しいやつのリネンの入ったノースリーブのブラウスにの中に先ほどの無印良品の T シャツを合わせてみて、でしかもボトムスはあのザラのスリップドレスです。はい、こんな感じで、いやザラ、無印、ユニクロ三つどもえっていうスタイルが出来上がりました。はい、いかがでしょう。というわけでいかがでしたか。前編謎のフランス人水平スタイル、そんなコンセプトで進めてまいりましたが、無印良品で私が買った2020年夏シリーズでした。はい、割とこれは通年販売されてるのかなというふうに思います。はい、それでは試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。ではチャンネル登録もよろしくお願いします。